ありがとな、晩飯。ううん、周平君に会えてよかった。絵までもらっちゃったし。でも浩平はすごいよ。自分の力で奨学金もらって、バイトしながら弟の面倒まで見て。そんなかっこいいもんじゃないよ。真奈美は変わってるよな。みんなあいつのこと避けんのに。どうして？後編のたった一人の家族じゃない。気になることがあるんだけど、周平君自分で描いた絵破っちゃってたでしょ。ああ、心理学的に紙を切ったり破いたりするのってストレス解消になるんだって。周平君何かストレスになるようなことを感じ。浩平、もういいよあいつの話は。友達、友達、友達。兄ちゃん、ああ久しぶりだな。シュ、どうしたこれ。おい出てこい、ほら出てこい、この役者たちが。やめろ。はい、自分の父親の顔も覚えられねえのかよ。母さんとお父さんも死にました。母さんとお父さんも死にました。おいおい、随分じゃねえかよ。何やってんだよ。おう、そうへん。父、お前勝手に自分の親殺すんじゃねえよ。表出ろよ。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さすが俺の息子だ、見直したぞ。何しに来たんだよ。親が子供に会いに来るのにいちいち理由なんかいらねえだろ。親？親なら死んだよ、二人とも。言ってくれんじゃねえかよ。タバコあるか。柊が働いてる工場、なんかまずいことになってんだろ。金庫が空になって工場長が姿を消した。柊の数字を一瞬で記憶する能力、俺も昔なんかに使えるんじゃないかと考えたことあるんだよな。だからなんだよ。別に、ただ金貸してくれよ。帰れよ。帰れ。はいはい、帰れますよ。いつからそんな人殺しみたいな目つきになっちまったんだよ。チキショウ。
大丈夫だよ。シュ、帰ろう。大丈夫だよ、シュ。行こう。ですか？はい、今朝ご主人の血液型と一致しました。失礼ですけども、ご主人は誰からか恨まれるようなことは、または借金があったとか？いえ、まさか。立花さん、一つお願いがあるんですが。これ誰？兄ちゃん。これは友達。かわいい。書きます。三上くん、三上くん、あのね、刑事さんたちが聞きたいことがあるんだって。ちゃんとお話できるわよね？いろいろ聞きたいことがあるんだけど大丈夫かな？じゃあまずご家族のことなんだけど。ちょっといいかな、秀平君、背中も見せてもらっていいかな？これ主人です。主人が時々暴力を。暴力ですか？最近工場の経営がうまくいってなくて申し訳ありません。あ、いえ。君が一緒に暮らしているお兄さん、学生なのかな？兄ちゃんは大学行ってました。じゃあ今は行ってないのかな？兄ちゃんは大学行ってました。あの、三上くんは現在のことでも格ゲーで話してしまうんです。お兄さん、今でも大学通ってるのよね？三上くん、君が工場長さんにされてたことをお兄さんは知ってたのかな？当然怒っていただろうね。工場長悪い人間。何？兄ちゃんが生まれ変わる。どうしたんだよ。何も知りません、何も知りません、何も知りません。三上君大丈夫よ、うん、急に知らない人と話したんで驚いちゃったのね。すいません、今日はこれで失礼します。え、もういいんですか？突然いろいろ聞いてすまなかったね。主人のこともよろしくお願いします。失礼します。失礼します。よっしゃ、OK。 はい、事件当日の三上兄弟の動き調べてくれ。どこ行ったんだよ。シュ、なんだよ、んな球も取れねえのか。何してんだよ。何って見りゃあかんだろ。親子仲良くキャッチボールだよ。知らない人についていっちゃダメだっていつも言ってるだろ。父さん、知らない人じゃありませんでした。
そうだよな、シュ。父さん生まれ変わりました。一回死んで優しいお父さんに生まれ変わりました。そうだ、偉いぞシュ。なふざけんな。生まれ変われたなんて随分小難しいこと教えてんじゃねえかよ。お袋が死ぬ前によく言ってたんだよ、生まれ変わってきっとまた会える、だから寂しくないって。何がおかしいんだよ。お袋はお前のせいで死んだんだぞ。柊の障害のこと全部お袋のせいにして何の協力もしないで勝手に出てって、お前が見殺しにしたんだよ。人殺しはお前だろ。見る。やっぱりお前か。さすが俺の息子だ。見直したぜ。何のことだよ。しらばっくれんね。動揺しすぎで。逃げるんなら手貸すぜ。ただあいつは連れてくんだ。金だけ持ってこい。いいな。工場長さんにされてたことをお兄さんは知ってた。柊の障害のこと全部お袋あいつは連れてくんだ。何やってんだよ。4回目の転職式4回目38、3回目17、2回目の96、3回目85。兄ちゃん帰ってこないから心配したぞ。何やってんだよ。こんなことしちゃダメだろ。おい、何やってんだお前ら。違うんです、誤解なんです。ほら、兄ちゃんは命を大切にしませんでした。おへん、おへん。 あのさ、今夜うち来ない？周平君と一緒に。あいつはいいよ。最近いろいろあって疲れてんだ。そう？はい、はい、わかりました。すぐ行きます。どうしたの？悪い、後で電話するから。兄ちゃん。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当にすみませんでした。急
休憩時間に突然様子がおかしくなってしまったみたいで、急に呼び出してごめんなさいね。あ、いえ、とんでもないです。刑事さんにいろいろ聞かれたりして疲れちゃったのね。え、柊がですか？ええ。